皆さんこんにちは、マイチクです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今日から始まりましたボスバトルですね。たった今から始まりましたが、昨日上げた動画でね、少し触れたんですが、このように、コラボが続いてくるとね、もちろんパーツですね、エアロパーツ系のコラボっていうのは、嬉しいものでもありますが、マネリ化とかね、そしてモチベーション下がってくるかもしれないというところで、ワンチャンね、すごい車両、特にね、やはりステータス重視の車両がそろそろ出てくるんではないのかなっていうところ、少し触れたんですが、予想がね、当たったというか、はい、出てきました。いつものようにイベント概要、要点まとめ、そしてステータス比較やっていきましょう。全部で7つですね。多いですが、簡潔にまとめていきましょう。ゴールデンウィークキャンペーンということで、11年無料カーオーダー、そしてゴールデンウィークチャレンジというものもね、あります。そして、今回の HKS コラボのパーツオーダーということですね。はい、来ました。特別なパーツ、特別なフリーパーツ。今回 HKS のタービン、そして、今回はこのようにサスペンションも着ているということで、こちらは通常タービンと比べて高速性能がプラス140で、こちらも、ハンドリングがプラス140というところで、明らかにね、ステータスとしても、戦闘力としても向上するこのフリーパーツ、ガチの方は取りに行きたい、取りに行くしかないと言ってもいいでしょうか。そういうパーツになっています。今回は2つね、一気に出てきました。そして新規アドオンステッカー、これは HKS のステッカー、そしてイベントスケジュール、こちらをしっかり見ていきましょう。はい、今回の HKS コラボ第3弾まであるということで、このコラボがね、ゴールデンウィーク期間中にも、開催されているということになります。4月28日から5月10日がボスバトル、そして5月12日から17日、これがタイムアタックということですね。そして5月19日から24日、これがバトルワとなっています。そして最後にスペシャルオーダーということです。そして5月イベントオーダー。こちらね、いつもとちょっと違いましたね。車両はこれね、今回のイベントの特攻車両でもありますね。特攻賞かな。シビックタイプ R の FD2 と XD の RX8 となっています。そしていつもと違うのは、このスピリッツチケット、スピチケが入っているということです。ぜひね、これは当てていきたいものです。そして、ゴールドスピリッツオーダー、こちら昨日も見ていきましたが、はい、今回はこのイベントでね、特攻大、特攻中と設定されている車両、そしてその中には、塚本七海さんとドリスピーがね、コラボして生まれたこのドレスピーならではの車両ということで、こちらのスープラ RZDB42 塚本七海スペシャルというスープラの90が登場ということです。90好きの僕も欲しいですが、なかなかね、当てるのは難しいものでしょう。そしていつものように5連仲間1人確定オーダーもあるということです。ガチる方はね、この仲間車両ともにゲットしていきたいところです。それでは一番重要な今回の HKS コラボ第1弾ボスバトル開催というところで見ていきましょう。はい、こちら。これが今回のメイン車両3台となっていますね。期間、4月28日14時から5月10日22時59分までの開催となっています。それでは最上位ランキング報酬から見ていきましょう。他の追随を許さぬハイパフォーマンスを実現した HKS の R35GT。これは昨日も触れましたが、HKS がね、満を持して1000馬力を到達するために頑張って作り上げた車両が、結局ね、最終的に1200馬力まで到達したという車両でもあります。こちらの車両、はい、HKS R35GT1000 プラス戦闘力星7で、なんとキリンをついに抜いてきました。706ということです。動画冒頭でもお話ししましたが、やはりね、皆さんのモチベーションを高く保つには、このステータスがいいものをやはり出してきたかというところですが、この車両、このね、戦闘力だけではなくて、もちろんステータスもしっかりしたものでしたので、後でステータス比較やっていきましょう。そしてこちらの最上位報酬車両、今回ゲットの仕方は、前回のイベントとかね、チケットを集めてと書いてありましたが、そのイベント限りだったので、結構ね、この表記紛らわしいところがありましたが、今回のイベントに関しては、先ほど見ていったように3つのイベントでゲットしたチケットを集めて引くというところです。ボスバトルは1位から100位の方、TA は1位から20位の方、バトロワは1位から100位の方が確定でゲットできる5枚、
ということですね。そしてここからは TA は含まれませんが、101位から1000位の方はボスバトル、バトルはともに3枚、そして1001位から5000位の方は2枚、5001位から7500位の方は1枚という設定になっています。ですのでもちろんね、一つのイベントでこの1位から100位、 TA なら1位から20位に入れば、5枚確定で確実に最上位報酬車両をゲットすることも可能ですし、そしてさらにこの3つのイベントで合計して5枚ゲットすればいいというところですので、例えばボスバトルで1000位以内に入って3枚、そしてバトルワで5000以内に入って2枚、合計で5枚ということで、このキリンを上回ってきた戦闘力の R35、 こちらを確定でゲットできるというところで、かなりねチャンスのあるイベントではあるかと思いますが、まあその分ボーダーも高くなってくるかとは思います。それでは引き続き見ていきましょう。上位ランキング報酬、こちらトヨタ HKS レーシングパフォーマー GR ヤリス、戦闘力星7で687ということです。そしてランキング報酬、こちらは特攻車両にも設定されているものです。トヨタ HKS ドライビングパフォーマー GR86、 前回のパンデムに引き続き新型86ということですね。戦闘力星6で602ということです。600を超えてきました。そしてトヨタ HKS ドライビングパフォーマー 86GT スーパーチャージャーということです。星5で戦闘力515ということです。そしてイベント交換所では今回トヨタの SFR、 こちらも特攻車両として設定されています。そして前回のイベントでもゲットできているこの塚本七海さんもイベント交換所で今回もゲットできるという流れですね。それでは簡単にボーナス効果詳細見ていきましょう。ボーナス効果第中ともにね、今回のオーダーですね、あちらでゲットすることが可能です。そしてボーナス効果賞は5月イベントチケット、そしてイベント交換所でゲットできるこの3台となっています。それでは仲間の方も見ていきましょう。こちらも同じようにボーナス効果大中ともにオーダーの方でゲットできます。そしてボーナス効果賞はこちらもイベント交換所でゲットできるということです。ということで今回のイベントもいつもと変わらず、無課金の方でも最低 40% アップで走ることは可能ということです。それでは今回のイベント交換所の中身見ていきましょう。許可キット6がありますね。そしてゴールド、こちらもあって SFR、 そして仲間は見てきました。そしてこのカーメダルもいつもの設定ですね。はい、そして今回はパワーの悟りとなっています。はい、それではランキング報酬見ていきましょう。最上位ランキング報酬のね、この R35GT1000 プラス、こちらのゲットの仕方はもう見ていきましたね。1位から100位の方が確定の5枚、以降は順位に応じてということです。さてそれでは上位報酬車両の HKS レーシングパフォーマー GR ヤリス、こちら星7車ゲットできるのは1位からやはり3000位でしょう。はい、そうですね、1位から3000位の方がこの HKS レーシングパフォーマー GR ヤリスをゲットという形です。そして3001位から5000位がこの HKS ドライビングパフォーマー GR86、 そして5001位から7500位の方が HKS ドライビングパフォーマー 86GT スーパーチャージャー、こちら今回の特攻車両でもありますがランキング報酬としても設定されているということです。はい、ということで早足で見てきましたが、ここまでがね、一応今回のボスバトルのイベント概要、そしてこの HKS コラボのイベントスケジュール、そして最上位報酬車両のゲットの仕方でした。それではここからいつものように今回の最上位報酬車両の気になるステータスの方を見ていきましょう。はい、図鑑にやってまいりました。もうね、皆さん見てお分かりでしょう。いつもと景色が違います。一番左上、ここがこのねキリンくんですね。キリンくんの特等席だったわけですが、ついにここに現れましたね。706ということでキリンを3上回った戦闘力となっていますが、気になるステータスの方を見ていきましょう。高速性能3560、加速性能2289、ハンドリング4270、リトル性能4020となっています。もう R35 というところでね、まあステータス少しね諦めているところがあったんですが、なかなかいいステータスですよね、これね。リトル性能も4000超えていますが、しっかりね、この戦闘力としては抑えられていて、ハンドリングも、そして加速性能もしっかり振られています。もちろん、この車両と比べていくのは、キリンですね。キリンの戦闘力703、
高速性能から一応見ていきましょう。高速性能3497、加速性能2211、ハンドリング4475、ニトロが3896となっています。それではこの上に今回の R35GT1000 プラス乗せていきましょう。このようになっています。戦闘力だけ高くてステータスの方はまだまだキリンの方が高いという形になるかと思っていましたが、そうではありませんでしたね。やはりまだねハンドリングとかを見ればキリンの方が優位なところはありますが、この35もね全然使えますね。これはしっかりと使える車両かと思います。加速性能がね70ほど高くて、ハンドリングに関しては200ぐらい低い感じですね。まあそれでもこれぐらいのハンドリング差ならね十分仲間とかで補えますし、やはりねこう見るとステータスもね今回の R35、素晴らしいかと思います。十分使えるというか、すごい車両が出てきたなという感じですね。しかもやはりねこの車両は先ほど見ていたようにチケットでゲットできる、しかも3つのイベント合計5枚で確定ゲットできるというところで、もし確定でなくても全ての方にパーセントでゲットできる可能性があるというところですので、これはまあねやはり運営さんこのゴールデンウィークに皆さんぜひ参加してくださいというところでこの設定持ってきているかと思いますが、まあ、ドリスピってね本当最強車両とかっていうものはとにかく課金をしないとゲットしにくいっていうものが普通のね流れではありましたが、今回は、まあ、いつもとはちょっとね違うかなっていう気はします。最強と言っていいねこの HKSR35GT1000 プラスをゲットする、そんなね可能性のあるイベントだと思っています。もちろんこの最上位報酬車両だけではなくてですね、他にもねやはりこちら気になりますね。まだ白いままですが、こちらの車両もね加速性能2291というところでなかなかいいステータスですよね。まあ、この車両も後々ね深掘りという形で見ていけたらと思います。やはり90はかっこいいですね。まあこちらの HKSR35GT1000 プラス、ステータスも比較していきましたが、そしてゲットの仕方も見ていきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。カードへこのような形ですね。ちょっと車高が高い気がしますが、まあ、このあたり設定変えれるのかな。あ、車高もちゃんと調整できますね。はい、 OK です。ということで、まあ今までのイベントの中ではこのね最強車両といってもいい車両を全ての人がゲットする可能性としてはかなり裾野の広いイベントになっているかと思います。はい、ということでまあね3つのイベントを合計してチケットをゲットという形ですが、皆さんぜひね、先ほど見ていきましたがご自身でも確認の上、どのイベントにどのように参加してどの順位入るか、ぜひね作戦を練って参加してみてください。ぜひね皆さん今回出てきたキリンを上回った戦闘力の R35GT1000 プラス、この車両皆さんがゲットできることを祈っています。まあ、何よりねこの HKS コラボ少し長い期間ですが、皆さん楽しみながら走っていきましょう。今回ご紹介した以外の車両もね深掘りとして動画出していくつもりですので、皆さんぜひよければ、チャンネル登録してみてください。はい、ということで皆さん今日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。